一生に一度は行きたい北海道の絶景5選。一つ目は音部町の滝瀬海岸、通称シラフラ。高さ30メートルほどの白い断崖絶壁が約600メートルにわたって続く異世界の空間。この日本海に沈む夕日がたまらん。二つ目は上川町の三国峠。北海道の国道で一番の標高1193メートルの場所。季節関係なくいつ行っても絶景が見えるからめちゃくちゃおすすめ。3つ目は日高町日本一の桜並木。約2200本の桜が直線7キロにわたって咲き誇る。見られるのは5月上旬から約2週間の季節限定。4つ目は千歳市支笏湖の氷凍祭り。まるでアナ雪の世界に迷い込んだような幻想的な世界が広がる。冬にだけ現れる氷の美術館は映えること間違いなし。最後5つ目は津別町にある津別峠展望台。過去にイッテ Q も来たことがあって、夜には手が届きそうな距離で満天の星空が見られて、朝には壮大な雲海を一望できる絶景スポット。これはほんと鳥肌もん。